会社の面接と同じで、面接の時はみんな努力しますっていうわけですよ。そうですよね。うん、まあね、新人作家だってパーティーだったら絶対努力しますっていうわけですよ。うん、まあね、実際に次の時にネーム持ってきて、うん、そのネームっていきなり、おーよし、これで連載しましょうみたいなレベルが来ることないから、うん、直しましょうって話になるわけじゃないですか。うん、その時にどう直してくるかで才能が見れますね。うん、直しに才能の全てからありますね。それは、たくさん直してるかどうかってことではないですよね。うん、たくさん直してくるかじゃなくて、直しの時に打ち合わせするじゃないですか。はい、こっちの会話を理解して、こっちの期待を超えてくるものを作れるかどうかですね。それは、その努力、まあそうですね。それを何度もできる人が強いってことですかね。それの回数が1年間に1000回ある人間かどうか。それが100回だったらしい。それってなんか、ちょっと話少しずつずれてるかもしれないですけど、なんか寝ないで頑張るみたいなことなんですかね。いや、全然違います。違いますか。うん、時間が解決するわけじゃなくて、しっかり新しく考えていけばいいだけだから。まず人は寝ることは重要だし、もちろんそうですね、休むことも重要だし、だからそれについて長く考えていたら、なんだ、努力したことになるのかって言うと全然そうじゃなくて、労働時間とか関係ないですから、しっかり思考を切り替えて前に進めてるかと思います。